皆様こんにちは、海です。久しぶりに JAL の国内線ファーストクラスに搭乗してきました。羽田から那覇のファーストクラス、私は初めてです。今回沖縄旅行に行ったんですけども、2泊3日で、YouTube から Instagram の DM にいただいた方と何回か連絡を取ったり、ちょっと2回ほどお会いして一緒に旅行をしました。 YouTube からこうやって一緒に旅行に行ける方と巡り会えてすごく良かったなと思います。で、その方は JAL の、ダイヤをステータス持たれてますので、帰り、ちょっと私は帰りは普通席だったんですけども、那覇のダイヤモンドプレミアラウンジの方も入れさせていただきました。ちょっと音声がうまく取れてなくて後入れの音声になってしまってます。それでは最後までよろしくお願いいたします。ファーストクラスといえばダイヤモンドプレミアラウンジです。嬉しいです。私ビールはちょっと飲めない、苦手っていうか飲めないんですけれども、移してみました。ソフトドリンクももちろんあります。私はお水をいただくことが多いです。昨年の8月にもこのお味噌汁コーナーはなかったですし、コロナ禍の時はなかったんですけども、今回コーナーがあって、このオニオンスープがとにかく美味しかったです。もう感動レベルでした。で、この日もパンは2種類ありました。クロワッサンと、私これ初めてです、ロイヤルのスイートポテトパンがありました。で、おにぎりは青菜とからし明太子です。で、あと美味しい紅茶が消えていて残念だったんですけれども、アルコールコーナーがかなり充実してました。アルコール好きな方にはとてもいいサービスだと思います。もうこのね、オニオンスープ飲んだ瞬間もうびっくりしました。ちょっと早めに空港に着いたので、1時間ぐらい滞在して、あとこのチョコレートも一緒に旅行に行った方にプレゼントしていただきました。そしてなんとなんとダッフィーとシェリー・メイちゃんまでいただいて、なんかごめんなさいって感じですね。で、カウンターで歯ブラシをいただいたら、もうすごく素敵で初めて見るので、もう一度席に戻ってこれ写してみました。ちょっとホームページで見たことはあったんですけれども、歯磨き粉なしでも磨けますよっていう感じで、なんか2、3回使えるみたいですね。そして沖縄自体も私5年ぶりですので、非常に嬉しかったです。で、ダッフィーとシェリーメイちゃんもちょっとね、座らせてもらったりとかして、機内の時間もとても楽しみました。で、私は 2K で、ダイヤの方は 1K に座られています。で、この日は洋食でした。もうお昼の時間帯ですね。ホームページでもチェックはできるんですけど、私チェックするの忘れてて、もうすごくこうメニュー見るだけでも楽しかったです。アルコールも国内線で、これだけきっちりね、充実させて、いらっしゃる JAL、やっぱりすごいなぁと思いました。で、お聞きしたら、おすすめのソフトドリンクいかがですかっていうことで、そちらをいただきました。ちょっと天気がね、どんよりはしてたんですけれども、もう私はね、もう JAL に搭乗できるだけで、もう本当に幸せです。皆様、飛行機、フライト、好きなポイントっていろいろあると思うんですけども、私はやっぱりこの離陸の瞬間が好きですね。で、ここから西に向かうときはぐーっと旋回とか必ずあると思うんですけども、その感じも好きです。で、江ノ島と、もう向こうの方に、富士山も見ることはできたんですけども、もうこの動画を映した、もう本当に5秒後ぐらいにはもう雲の中に入ったので、ちょっとしたチャンスの時に、映せてよかったかなと思います。で、このね、お商品だけでもテンション上がってしまいますね。そして、ちょっとかなりこの時揺れてて、ちょっと
画面ね、揺れちゃってるので、見にくくて申し訳ございません。このバジルソースまでもが美味しい。もう JAL の機内食、国内線のこの、どう思われます？私はもう毎回感動してます。まあ、国内線のファーストクラスは、まあ、少し頑張れば乗れる金額ですので、まあ、20回くらいかな、乗ってるんですけども、毎回本当に美味しいです。で、この日もお肉と、こう、マグロとサラダ、サラダもすごくフレッシュで、もうゆっくり楽しく、痛み感ではないので、ゆっくり楽しみました。で、こちらがおすすめのドリンクです。で、このデザートも、プリンとかね、ゼリーとかではなくって、お土産で売ってるお菓子を提供していただけるのもいいかなって私は気に入ってます。で、JAL のこの国内線のファーストの紙コップですね。私すごく大好きなので写しちゃいました。で、機内販売でフィーラーのハンカチがあったので購入しました。2枚セットで税込み5000円なんですけども、JAL カードでしたら 10% オフなので税込み4500円になりました。でまあ、フェイラーでこれってもう、まあ、ポケモンとかではなくこのうどんですかいとそばですかいもうさすがだなと思いました。で本当はどちらかを、まあ、ファーストクラスなので注文できるのでうどんですかい食べながらこう移したいなって思ってたんですけどももう機内食十分な量でお腹がいっぱいで食べられませんでした。でもあっという間ですよね。もうファーストクラスの時降りたくない。でもう着いちゃうって感じです。でもいきなりですけどもう帰りです。で帰りはダイヤモンドの方に連れて行っていただきました。まあ第一印象は、まあ、沖縄はすごくなんていうんですかね。変わったもの、沖縄ならではのものが、きちんと用意していただいてるんだなっていう印象です。で私はこれで日本のダイヤモンドプレミアラウンジ、すべて、入ることができました。もう本当に一緒に旅行していただいた方、本当にありがとうございました。もう本当に楽しいです。で、YouTube と、まあ、JAL、私、ディズニーも好きなんですけども、まあ、好みが同じということで、楽しく旅をさせていただきました。で、通常、まあ、なかったかもしれないんですけども、ちょっと一瞬出していただいて、まあ、5秒ぐらいでこのクッキーがなくなっちゃったみたいなんですけども、で、このタンマンパンって何かなって思ったら、中にこう、お芋のペースト状が入ったものですって説明いただいたので、ちょっといただいてみました。こんな感じです。とっても美味しかったです。帰りはと言いますか、まあ、エアバスですね。行きも帰りもエアバスです。かっこいいですよね、エアバス。もうさすがだなと思います。私は帰り普通席です。もう私 JAL はもう普通席も世界一だと思ってまして、で、もうもちろん、もう本当にもちろんファーストクラスも大好きなんですけども、普通席のこのエンジンとか、あと翼ですね。翼が見えるこの翼と空と雲、もうこの景色が大好きです。でも帰りも寝ちゃったんですけども、もうこんな感じでほぼほぼ外を見て過ごしてました。まあ、投資ではないんですけれども、私のちょっと楽しい時間の動画でした。最後までありがとうございました。